皆さんこんにちは、日本将棋連盟棋士七段の村中修司です。今回もですね、将棋大勢実況対局もやってまいりますので、ぜひぜひ最後までごゆっくりお楽しみください。はい、ではね、早速ねやっていきたいと思います。今回もですね、10分切れ分けで読み上げ音声を武富麗女流初段に、設定してあります。あなたが後手です。はい、私後手番ですね。相手三段の方です。はい、相手方ちょっとね考えてから7六歩でしたね。私は3四歩で、相手方三間飛車が得意戦法ということなんですけど、7七角でね、まあこれはね、角交換型のね、同角内と、まあ、誘導して角交換型の振り飛車をしようという狙いでしょうか。私も歩止めて、これ相振り飛車をね場合によっては視野に入れてみます。まあ飛車を回って、じゃあ私の方が先に三間飛車を使ってみましょう。これで、まあ、相手の方が振り飛車にするか、まあ、はたまた私の動きを見てね居飛車に戻すかというところですね。まだこれあの振り飛車の形ではないので、私はもう飛車をね振っているので、振り飛車が確定してるんですが、相手の方はこれで4二玉足す6八玉ですか、上がってですね居飛車にするということも考えられますね。で飛車を回ったので、まあ向かい飛車対、三間飛車というね構図ですね。はい、さあどうしましょうか。これ3筋の歩交換をね、これ歩交換をねいつするかっていうのは一つテーマなんですが、ちょっと言ってみますか早めにね。うん、そうですね、2八銀という受け方でした。これはね矢倉を視野にした受け方で、まあ同歩同飛車3七歩と受ければね一番手堅いんですけど、2八銀は3七歩なり同銀という形でね、手順にこう銀を上がって矢倉を目指そうということですね。まあ3七歩なり同銀3六歩とね打ってしまう手もこれはあるところですね。まあ銀上がってみますか。まず拠点を作ってね積極的にさせてもらうんですが、まあその打った歩がね、まああのなんていうんですかね、負担になるパターンも考えられるのでね難しいとこですね。うん、まあ銀がねここまで出動しましたので、次は3七歩成同銀3六歩とね若干打ちやすいですね。なぜかと言いますと、歩を打って例えば銀が逃げた後に、まあ銀の応援をねかけやすいと。相手の方はね8六歩と突いて、8五歩からね、まあ私の方はまだ5三未完成ですからねということですね、狙っていこうと。どうしますかね、私の方はじゃあ金無双を目指しますか。うん、ここは美濃囲いもあるところですね。はい、金を上がりまして、これが金無双と呼ばれる形で、8人にね、銀を上がる形でね、まああの相振り飛車特有の構えですね。金を上がってきましたか。どうしますか、銀も上がっちゃいますか。私ね、これが金無双と呼ばれる形で、対ね、相振りの、ね、形でしかあまり出てこない形ですね。この銀がこっちに上がる形はね、で最近はですね居飛車の馬に対してこういう形も出てくるんですが、あまりね、なんていうんですかね、上級者向けのね、あの対振り飛車の時には美濃囲いの方がおすすめですね。はい、で、今5六銀と出てきたと。ここの部分がねずっとぶつかったままで、まあ、若干ね気持ち悪いというか、どういう感じになるかなんですけど、まあ、歩になっていますか。そろそろね、相手の方とするとね、取って同飛車と手順に取られるのが嫌なので、相手から取らしたいということだったんですね。まあこの辺詳しくは解説編と打ってみますかね。解説編でできればと思います。で、へこました後に、一応この銀がこう出れるっていうのは先ほど言った、銀がね、4、3まで切ると、こうね、銀がこう支えてくれるよっていうのは先ほどの私がね、お話したところです。はい。ただまあこれでいいかっていうのはまたね、難しいところで、あ、相手の方はこれ軽いフットワークですね。これでいっぺんにね、歩を2枚。入手しようということで手筋ですね。はい、どういうことかというと、まあ、同歩に飛車を走って、この歩もね手順に取っちゃおうということで、非常にねとわかる、まあ言い分に乗ってみますか。ここはいろいろ頑張る手もあるところなんですけども、こう歩を打った時に、まあ、歩をね今手順にこうバーッとね2枚取ったよっていうのが相手の方のね主張になります。うん、非常にねこれは相手の方がね、と軽くね刺されてて、これ次にね4六歩同歩、あ、6四歩同歩、6五歩同歩、6四歩とね垂らしてくる手があるんでね、うん、これここで一歩渡してるんで、その部分がねちょっと不安ですね。金無双、銀がありました。金無双ですね。あ、銀が出てきましたか。今次歩もあったと思うんですけどね。さてどうしますかね。だんだんとこう戦機が煮詰まってきた感じで、まあ飛車を置くのが普通だ。飛車を置いてますか。うん、まあ歩をいっぱい持ってるんでね、これ部分的に6四歩同歩、6三歩とか手筋ですね。同金に銀が出てっていうね、ぶつけてって、ですので、まあ、今の飛車浮きではもうスピード重視でね、3三桂から4五桂とかやっていく手もあったところです。まあ相手の方もね右半分、まあ、私の方から見て右半分のこちら側はすごくいい形なんですけど、この銀がね、いわゆる壁銀と言われる形なので、
まあ、例えばこっち側で相当うまくいかないとね、この形っていうのはあまりいい形じゃないんですよね。まあ、理由としましては王様がこう避難していくときにね、銀が壁になってるっていうのと、まあね、この銀自体が非常に働きがね、少ないので、うん。まあ、今突き伏せるでもあったと思うんですよね、6五銀のところでね。はい、その辺はね、解説編でもやってみたいと思います。まあ、この銀もね、普通の自然な手で、まあ、今一例チャッチ先ほどね、口頭で言ったのは6四歩と打って同歩に同銀ですとね、6三歩で止まるんですけど、6三歩とね、敵の打ちたいところに打てという手筋があったよって話です。実際7五歩でしたね。これはさらに力を加えていよいよね、攻めてきそうな感じもありますね。うん、桂馬を飛ぶ方がいいか、角を上がる方がいいか。桂馬飛びますかね。7分。角を上がって歩突きを目指すっていうのも一つ考えられる手ですね。そっちの方がいいかな。これはね、難しいところですね。どっちがいいか。桂馬を飛んで2回飛んでね、ここに桂馬を行く形で角を上がって、歩を突いてね、この角が私働いてないんですよ。ですので角を1回上がって歩を突くっていう形もね、やってみたいところ。角上がる方にしようかな。桂馬飛んで桂馬止まりますね。3三桂4五桂でやってこの形で攻めていく。ただ3三桂4五桂といってもこの2二の角が遊び気味なので、今言ったような角を1回上がってこの歩を突いてね、角をさばく手を優先させる方がいいかなっていう話ですね。いや、難しいところですねこれね。上がるとただ金を渡した時にここに金打ってね、飛車が進む形なんですよね。例えばこれ3三角って上がると相手に金とか銀を打たれた時にね、ここに打たれると飛車が詰んじゃうんですね。で、まあ、ここら辺でもしかしたら金とか銀がね手に入るかもっていう話ですね。まあ、桂馬取りますかね。どっちがいいか難しかったと思います。これですとね、ここに金とか銀とか打たれる手はないんですけど、まあ、その代わりにね、この角が一瞬ね非常に働きが弱いと。相手方はね歩をいっぱい持って、うん、それほどなんていうんですか、一気火星に攻め込んでくるって感じではなさそうですね。私の方は角上がって、まあ、これで一応石田流のね理想形と呼ばれる形ですね。飛車角銀桂が、いい形になりましてね、で相手の方角が出てきて、今度こそここ歩打ってきそうですね。すごくね、うん、いっぱい相手方歩4枚持ってますから、うん、かなり攻め味が広がってるんですよね。歩を打って同歩で歩を打って銀出て、まあでも桂も飛びますか。これはね、こちらの方もね、私の方もさあ、これでお互いにね駒を、詰め合って、さすがにそろそろ攻めていきたいところですね。歩を成っても私の方もね、あまり待ってもねいい手がないので、歩を成って同桂同桂の間に桂打つ。さあどうですかね、銀をぶつける方がいいかな。ガンガン行ってうまくいくかどうか、うーん、難しいところです。角を1回上がってね、この角端に角出る手を狙う手もね考えられるところです。そうやってみますかね。角1回上がりますか。うん、これね、端の王手を狙った手で、まあどんどん行っちゃう手もありましたね。今ね一回角上がっちゃったんですけど、これはね、一見するとこうお互いに、まあ王様がなんていうんですか、金銀3枚に守られてて硬そうなんですけど、これ 手がつくとね、あ、お互いに駒がこう飛車角銀桂がフルに働いているので、手がつくとすごい早いですね、決着が。で今銀引いたんですけど、どうですかね、角出る手があるんでちょっと危険な気がしますが、角を弾んでるとどうなりますかね。王様を引いてこう歩になって同桂同桂成同銀、これでもさすがに攻めていくしか私の方としてもね手がもう難しいですね。角出て王手しましょう。この王手がね狙いだったんですね。一回角上がったのはね、受けて1六と受けとく方が手としては手堅かったと思います。これ角やっぱここに出られるとね、こう一気にこうここに歩を打ちにくいですよね、桂得が。で王様引くんですけど、これ角やっぱ睨むんで、ただこれでも攻めがどううまくいくかどうか。歩を成って、まあ攻めていきますか。歩を成って、さあ同桂成で、さあここで銀をぶつけるか桂馬をさらに打って攻めるか、難しいな。角切ると同金、まあ銀ぶつけの方が普通かな。銀ぶつけて、まあ部分的にはね、これ角飛車角銀が3枚効いて相手は2枚なんで数は足りてないので、相手の方のね部分的には結構きつい攻めです。ただこれ相手にね桂と歩を渡してるので、相手の方の手番が来るとこう6四歩とね、ここに歩を打って同歩に7六桂みたいな手がすごい厳しいんですね。はい、それに注意しないといけないというところです。さあこれでね歩を打っても破れるので、相手の方は銀を打ってきました。さてこれはね角を切りたいですね。もうね角切ってガンガン行きたいですね。角切って銀を打って、ここに一回桂馬打つという形なんですよね。逆に相手に桂馬を打たせないように、うん、どっかでそれをやりたいところですね。切って銀打つ、ガリガリ攻めていってどうでしょうか。まあ切るしかないですね。これね逃げてるとね3七歩と打たれて、もうどん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 ね硬くなっちゃうので、銀を打ち込んでねバリバリ攻めていきます。さあこれでねどの程度 きついかですね、攻撃が効くかですね。
まあ相手の方もね、これ一見するともう絶好調なんですけど、繰り返しなんですけど、この金無双って囲いはね、それほど硬さはねないんですよね。ですので反撃が来ると一気にね、なんていうんですかね、逆にね受けが難しくなるってことも考えられます。金寄りですか。これはまあ金を取って、これ桂打ちたいですね。そろそろね桂打ちのこっち来かな。桂馬を打ってね、こう強撃態勢の形をねほんのり作っておきたいんですよね。桂馬打つのはいいかな。桂馬か銀をもう構わず打つか、桂馬の方がいいかな。桂馬打ちますか。この辺でね、これがね一応こう王様をこう飛車とね桂でこう間接的に挟み撃ちにするようなイメージですね。歩を持ってるとね、ここに歩を打つような手が利くんでもっと攻めが楽なんですけど、歩がないのでまあギリギリですね。これね攻めがうまくいくかどうか、まあ常にね攻める攻撃するときに、まあ王様をもちろん攻めていくんですけれども、まあいろいろね、まあ、いわゆる絡めてっていうんですけどね、いろんな手をねこう混ぜてね、まあ一つの攻め一通りの攻めだけですとねやっぱ受けられちゃうので、その辺ねいろんな攻めを使って攻めれるといいですね。この桂馬を使って今白の動きがなくなったので、かなりまあ銀打ちがね受けにくくなるよっていう話ですね、これね。はい、さあただ際どいですね。銀打ちですか。これは危なそうですね。取って金打つ手があるので、同玉で飛車なって、まあ攻めはつながりましたね。はい、まあ金を取って、まあ同銀の時にまあ金で送りの手筋がいいですかね。同玉で飛車なって、王様上がって、そうですね、それで金を打つとかで、ね、結構きついかな。まあ金を打つ、まあここに金を打つ手もあるんですけど、これは送りの手筋でね、これ7六の桂がかなりこう効いてきてるのお分かりいただけますかね。これ例えば飛車がここにいたらね全然できない手筋なので、これでね挟み撃ちの形ですね。で金を打つか金を打つか、龍馬ワッと上がるとね上がって、それは、大変なんで銀打つのがいいかな。銀打って挟み撃ちの格好でどうか。金を打つのもありますね、迷いますね。金打ちもあります。金打ちの方がきついかな。金か銀かですね。ここにね駒を打つ、龍馬があると桂を取って、まあそれで銀打って飛車を取る手もありますね。金を打つのが一番いいかな。金を打つ、2分30秒、ここ分かると龍を回って取って、あ金打ちますか。金か銀か難しいところです、これね。銀を打って縛る手もあるんですけど、これだと角取りになるので、まあ、よりねこの攻めが分厚い。銀を打てば桂に紐がついて4二竜までのはっきりとした詰めろになるというね、あすいません6八竜までのはっきりとした詰めろになるということで、飛車ですね。さあこれで決めきれるかどうか。取って取って角を打って上がって、さあ際どいですね。竜を回る、上がる、取る、取る、さあどうでしょうか。で角を取って、どうして銀を打って竜を取る、まあ大体寄りですけどね大体寄りってよくね私言いますけど、大体寄り筋ですけど、しっかり寄ってるかどうか。同玉で角打ってすぐ飛車取っちゃう手もあるし、桂取る方がいいかな。まあ王様がこの場合はね、手がつくともうこんなに持たれてます、もちろんいっぱい持たれてるんで手がつくと危ないですけど、あ逃げてきましたね。これは金上がるか飛車取るか、飛車取った方がいいかな。どっちがいいかな。まあ金上がって手堅くね仕留めに行く方法もありますね。金上がるのはいいかな。これはまあ飛車取っちゃう手もあるところでしたね。これでまあ上部に脱出さえされなければいいのでね、飛車取りが残ってるんで、今は飛車取っちゃう手もあるところです。今ね同玉と3は同玉と取ると3三竜から、あすいません7七竜から6四角という手でね、おそらく寄り筋だったので、まあ入玉含みにね脱出を図ったんですけど、まあ飛車を取っといてもね4四玉に4三飛車という手があったんであれなんですけど、まあこれでね、挟み撃ちというか、これなんで、さすがに角なんですけど、これはね、ここから角打つ手がいい手で、詰みになりましたね。これでもう三方を角、金、銀でね、きっちり回り込んで、はい。出てしまうと王様引かれちゃうんでね。まあこれで天王山ですけどね、五五五中央と決着です。ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。今回もですね、将棋王勢実況対局の方やってまいりました。まあ、戦型が今回は相振り飛車ということで、まあ、最近のね動画では振り飛車対居飛車というね、対抗する形が多かったので、まあ、久しぶりにねこう相振り飛車でね指してみました。まあ、お互いにこう強力な攻撃陣をね要する形で、まあ、どちらがね先に攻めるかっていうのも一つのテーマだったんですけれども、まあ、私の方がね、先行する形になって、まあ、細い攻めでしたけどつなげてね勝つことができたという内容でした。この動画のね詳しい内容はですね解説欄の方で大盤を使って解説していきますので、ぜひぜひそちらも合わせてご覧いただければなと思っております。この動画が良かったらという方はグッドボタンを、チャンネル登録の方もぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた、さようなら。